どうぞ。いただきます。まあさっきも嘘も本当も言いましたからね。確かにここからは霧の中だ。も何もわからない。まずは自分の打ち筋情報を。わかりました。なるほど。では私も同じ手でいきましょう。早くもいろいろなものが見えてきます、ね、じゃあ3枚いただきます。まあこんなところですかね。お願いします。いつもと違う動きだったりとか、さっきと違う動きをすると、うん、自分の情報が相手に渡ってしまうわけですけど、確かに同じことをすれば、うん、何を考えてるのかちょっと分かりづらくなりますよね。高度だな。9番、2手目9番公開処刑。こんなに大胆に工程を使う人本当に珍しいです。なんという人だ、うん、ぜひ情報をください。面白いな情報。分かりました。では公開しましょう。はい、なるほど。嫌なカードです。どっちも攻撃的なカード。そうですね。その上で情報が増えないのは5を残すことなので2を捨ててください。わかりました。より兵士を恐れる、はい、兵士は怖いです。では反撃したいところだな。なぜ9を出したのか。これはやはり優しいな。賢者忘れしそうだったの。はい、もちろんジェントルマン。そこはジェントル。はい、3枚から1枚を選ぶというのはまさに選択したという情報が手に入るわけですよね。その通りです。あらゆる一挙手一投足を情報として生かす姿勢、はい、なるべく拾っていく。落ちているものは拾う。確かに先ほどすごく嫌がってたな。攻撃的なカードを。攻撃的なカードは嫌ですね。見られてます。絶対出しますよね、はい、でしょうね。では下で切った。はい、伊沢さんはあまり下で切ってこなかったよ。うん、そこを下で切ったわけ、はい、特別な緊張感を僕は今感じてます。はい、それは皇帝を出した理由。皇帝を出さざるを得ない時もありますか。もちろん。どっちかすごく捨てたくないのがありますよ、はい、もしくは捨てられないと。どちらでしょう。どちらも。じゃあ担当職人を聞きます。はい、どちらが捨てたくない札ですか。どちらが捨てたくない札か。まあどっちも捨てたくないですね。ただこっちか。嘘を言って本当のこと言った。今度また本当のこと言うのか。嘘を言うのかな。伊沢さんの目線どちらとは言いませんが、はい、実は片方に偏ってる。なるほど。深層心理が現れてる。そこは僕疎いのでもしかしたら誘導されてるかと私が言った瞬間にパッと見た、はい、なんだかこっちに大きいものがあるような気がするな。伊沢さん、はい、いいですか。どうぞ。さすがです、ね、これはでかい。さすが当ててくるのがすごい。これやられました。面白い人だ。ものすごくロジカルだけれどもある意味ピュアなところもある。正直者でしたね。ではこんなカード見ないとはいえまだ終わってないですか、ね、確かにその通り、うん、まだ分かりません。ただ大札がかなり出ましたからここからは技術力が問われるかもしれない。確かに最強8です、ね、です、ね、ではどうぞ引きます。引かされたカードとか引いてきたカードとか
まあでも転生ですからね。確かに意味を考えると大事にして引いてきたカードを取ります。ガードか。ガードします。一つ一つの言葉に意味があるように感じる。見ることはできない。うん、情報が何より大事。うん、この後のことも考えるとこっちだな。まだ見えてない札がいっぱいある。守りが固いな。もう自分は大きいの落としてるんで、なるべく終盤までもつれ込ませたいんですよね。なるほど。まだたくさん選択肢はあります。無力。どうぞ。うん、困った。困っている。明らかに流れ的には痛いですよね。5章を大事にしているカードが嫌なので5で。分かりました。3と1で3出さないですから。となるとずっと取っているカードがある。なるほど。さあ今度は逆に死神を仕掛けられた僕ですね。はい、死神返し。どっちがずっと持っていたカードですか？それが僕は欲しい。ずっと持っていたカードか。はい、面白い。質問の仕方にもやはり人が出る。こちらです。なるほど。ずっと持っていたカード。それがもしずっと持っていたカードじゃなかった場合も、それを見せていただけば、なんとなくそれを持っていたのか持っていなかったのかが分かるはずで、どっちだったとしても僕は美味しいはずです。こちら捨ててください。分かりました。8番。大きいのが来ましたね。やってくれますね。どうだろう。持っていて自分が不利になることもあるので、ちょっと情報が増えない、あんまり嬉しくないかな。できます。クライマックスですね。残り枚数も分かってしまいました。1、2、6はなんと2枚ともある。あります、ね、1、2、6、6、8。今回は風向きがいい。そうですね。これは1、6、6、8、確率論でいくと非常に高い。しかも1枚情報持ってる。その通り。1、6、6、8。先ほど出したのが5。1を出す、6を出す。6だったら6は絶対出せない、うん、確率的に言えば絶対に6です。6情報で言うと、だから私は1枚持っていて、その枚数を考えると僕と中田さんの中で確率計算が変わってくるんですよ。そうか。ということはもうミスさえしなければ勝てるんだね。はっきり言いましょう。僕は8を持っています。はい。そしてあるのは1、6、6です。はい。3分の2で6。そうだとしたら6を言うのが絶対にセオリーですね。論理に頼るんだったら間違いなく確率です。この論理をぶち壊すぐらいの運を伊沢さんが持ってるとしたら今1を持ってる。しかし5出す前に1出してたんじゃないかなってちょっと思うんですよ、うん、数字的にも1の方が少ないし、もうクライマックスなんで1持ってたら1を出す。1ではない。確率的にも流れ的にも6を持っている。そう読みました。いきましょう。はい。6番貴族。お見事。イエス、いただきました。まだ1を持っているほどの運はなかったな。いやー、ここで外してたら相打ちでしたね。相打ちでしたね。はい。お見事。素晴らしい。
さあ最終戦ですですね。泣いても笑ってもこれが最後。いきましょうか。私からですね。お願いします。いきましょう。全部の試合が長い試合でしたね。でしたね。ここまで論理論理で来た。だから最終戦が初手で決まるってことがありえるのかな。逆に。なるほど。伊沢さん、はい、奇跡って起きるみたいですよ。なるほど、決めに来ましたね。はい、もう運命はここにしかないのでしょうがないです。開きましょうか。はい、それではいきます。はい、どうぞ。ありがとうございました。ありがとうございました。ここまで、ここまで綺麗に見えてしまうともうしょうがないですね。こんなことあるんですね。すごい、ここまで4戦綺麗に積み上げてきて最後にこれ、これですよ。最後の戦いの綺麗に何もない。これですよ。すごいな。いや、我々の戦いは芸術品でした、ね、でしたね。なんかこうストーリーが加わったというか、ロジックロジックできたところに、いやそれだけじゃないよと教えてもらったよね。この札でしかこうならないです。確かに。皆さん、はい、本当にいい戦いをありがとうございました。こちらこそありがとうございました。またお手合わせお願いいたします。